皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、緩和縮小で大暴落、12月権利月、ヒューリック株の買い時はというテーマでお話しさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。これはヒューリックの今年7月ぐらいからの株価チャートですが、株価は12月8日からの2日間でほぼ垂直に6%程度下落し、暴落に近い下げとなりました。 この下落は12月20日に日銀が金融緩和縮小へ大きく舵を切り歴史的な実質利上げを行ったことが原因です。そして日銀の金融政策の変更により不動産株が大きく下げました。その理由としてこの記事では借り入れコストや住宅ローン金利の上昇が 重荷になるとの見立てであるとし市場では金利上昇で今後マンションの販売が落ち込むといった連想が働いたのではないかとのことですヒューリックも例外ではなくこの煽りを受け下落しました一方ヒューリックは業績は絶好調ですこれは直近の産休の決算の株担の記事ですが 従来の11期連続の過去最高益予想をさらに上乗せしさらに2円の増配も発表しておりますまたヒューリックの株主優待も魅力的です権利月は12月であり権利落ちは12月29日となっておりますのでお気をつけくださいそして年1回の優待でカタログギフトがもらえます優待は300株以上保有することが条件ですのでその点はご留意ください そして配当利回りも高く、2日間の暴落後の利回りで4%近くあります。また3年未満の保有で3000円相当のカタログギフトがもらえます。このカタログギフトは価値が高いようで、人によっては4000円ぐらいの価値があると言っている人もいます。そして3年以上保有すれば、このカタログギフトから2点もらうことができ、6000円相当となっております。 総合利回りを考えますと、3年未満の保有で4.9%程度、3年以上の保有で5.8%程度ありますので、非常に高い総合利回りです。また、カタログギフトの実質的価値を考えれば、さらに高いかもしれません。このようにヒューリックは非常に魅力的な銘柄ですが、日銀が金融緩和を縮小する中で、今回は不動産株であるヒューリック株を買っていけるかについて検討いたしました。 まずこれは直近の3級の決算資料の一部です。まず目を引くのはヒューリックのビジネスモデルとしてマンション分譲を手掛けないことを挙げております。日銀の金融緩和縮小のリスクの一つとして住宅ローン金利の上昇によるマンション販売の落ち込みを挙げていましたが、マンション分譲を行わないヒューリックはこの点についてほぼ無傷であると思います。 そして日銀の金融緩和縮小のリスクの二つ目として、借入れコストの上昇が挙げられておりますが、この点についてヒューリックは先手を打ってきております。すなわちヒューリックは資金調達の手段を借入れの長期固定化シフトすることによって回避しております。これは住宅ローンの固定金利と同じで、 資金を借りている間、ずっと同じ利率が適用されるようにしておりますので、日銀による利上げは関係ありません。また、ヒューリックは収益を不動産の売却益に依存しないように、賃貸収益中心に構造を変えていっております。この点については次のスライドで確認したいと思います。このスライドの右上あたりに、賃貸ポートフォリオ再構築に関する目標が記載されております。 このスライドによれば今後2029年に向けて賃貸管理の比率を徐々に上げていき55から65%程度にしたいとしております。そして直近の決算ではこの賃貸管理の比率は53%程度に達しており不動産の売却益に依存しないような強固な企業体質に変えていっているのがわかります。そしてこれが先ほどの借り入れの長期固定化シフトに関するスライドです。 昨年は短期社債の発行により若干比率は下がりましたが2018年からは金利が固定されている長期の借り入れの比率はおおむね100%となっておりその金利も5%程度の低金利で安定して推移しているのが分かります。そして自己資本比率も順調に増加してきており現状では36%程度ありひとまず安心な水準であると思います。 そして業績推移ですが売上高営業利益経常利益純利益のいずれもきれいな右肩上がりに推移してきており全く問題ありませんそして当然といえば当然ですが1株当たりの純利益 EPS も1株当たりの純資産 BPS もきれいな右肩上がりのグラフとなっておりますそして配当金も順調に伸ばしてきております このグラフには記載がありませんが、2013年から9期連続の増配を目指しているにもかかわらず、配当成功も40%程度とまだまだ余力があります。以上から考えれば、今回の日銀の金融緩和縮小があったとしても、十分に買っていける銘柄であると考えております。次に買い時を考える参考とするために、現状の株価の指標面について確認したいと思います。 まずこれは2018年ぐらいからの予想 PER の推移です。利益の上昇にもかかわらず株価がそれほど上昇していないため基本的には右肩下がりのグラフとなっております。平均の PER が12.8倍であり現状の予想 PER が10.6倍ですので割安な水準です。そしてこれは2018年ぐらいからの PBR の推移です。 PBR も PER と同様に右肩下がりのグラフを描いておりますので、どこかでブレイクするかもしれません。平均の PBR が1.63倍であり、現状の実績 PBR が1.27倍ですので、PBR の点でも割安な水準です。次に株の需給を確認するため信用倍率について確認したいと思います。 一般的には信用倍率が10倍を超えると将来売り圧力が働くため良くないと言われていますが現状はたった0.2倍程度ですまた信用倍率の過去の推移を見ても現状の倍率はそれほど高くありませんので全く問題のない水準であると思いますそして株の過熱感を示す RSI についても確認したいと思います現状の RSI は28程度です RSI とは、買われすぎか、売られすぎかを判断する指標であり、一般的に70から80%以上で買われすぎ、20から30%以下で売られすぎと判断されます。従って現状では若干売られすぎの水準であると思います。以上をまとめます。ヒューリック株は直近の2日間で6%ほど下落し、暴落に近い水準です。 その原因としては日銀が金融緩和縮小を決定し、それにより不動産株は借入コストの上昇や住宅ローン金利の上昇が重荷になるとの見立てで下げました。一方でヒューリックは最高益を更新しており、最大の総合利回りが5.8%程度と株主優待制度も魅力的です。そしてヒューリックはマンション分譲を手がけないことから、 住宅ローン金利の上昇は業績に直接関係しないと考えられま,すまたヒューリックは賃貸収入中心の事業展開にシフトしてきており今期の産休の時点で53%程度まで上昇してきておりますヒューリックは景気に左右されにくいポートフォリオに徐々に移行してきております さらにヒューリックは長期借り入れがほぼ100%であることから日銀の金融緩和縮小による借り入れコストの上昇はほぼないと思っておりますそしてヒューリックは株主還元にも積極的で2013年から9期連続の増配を目指すとしておりますが配当成功は40%程度とまだまだ余力がありますまた配当利回りだけでも4%程度ありますので 非常に高配当な部類に入ります。PER や PBR 的な指標面でも割安であり、また RSI 的にも過熱感はありませんので、私は少しだけ買ってみました。また信用倍率的に受給にアンバランスはなく、買っていける水準ではないかと思っております。重ねてのお願いになりますが、投資は自己責任にてどうぞよろしくお願いいたします。 もしヒューリックの今後の展開について皆様のお考えがあればぜひコメント欄へお願いいたします本日は以上ですご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録高評価コメントなどありましたらよろしくお願いします以上です